カの依頼はなんとアメリカから。ロサンゼルスから車で5時間、出会うのは羊と牛ばかり。人が暮らしているとは到底思えません。とそこに不思議な建物が忽然と現れました。ここなんでしょうか。さあこんにちは。こちらが依頼人のトッド・フィッシャーさん。実はここ住まいではなく、コレクション専用の倉庫なんだそうです。ずらりと並んだ棚には何やら箱がいっぱい。これは一体何ですか。これは全部映画グッズなんだ。女優だった僕の母が集めたものなんだよ。トッドさんの母デビー・レイノルズさんは1950年代一世を風靡した大女優で、代表作はミュージカル雨に歌えば。小さな体を目いっぱい動かして歌い踊る姿が何とも印象的でした。そのデビーさん、なんとアメリカでも1、2を争う有名な映画グッズコレクターで、幅広い人脈を生かし集めに集めたコレクションはなんと3000点以上。幼い頃から撮影現場で育ったトッドさんもすっかり影響され、今では一緒に集めるようになったそうです。それではご自慢のコレクションの一部を拝見。まずは風と共に去りぬでビビアン・リーがかぶった帽子。主人公のスカーレット・オハラが没落し、カーテンの生地でこの帽子を作るエピソードは映画の中の名シーンの一つです。こちらはサウンド・オブ・ミュージックの衣装とギター。ジュリー・アンドリュース扮する家庭教師が子供たちとドレミの歌を歌うシーン、何度見ても感動的です。奥にはびっくりするほど大きな金庫がありました。ここには母のコレクションの中でも一番すごいものが入っているんだ。日本の皆さんもきっとびっくりすると思うよ。石坂さん、しつきさん、また手ください。究極の映画グッズがスタジオに登場です。はい、愛の登場です。どうぞ。アメリカからお越しのトッド・フィッシャーさんです。どうぞ。あのそのコレクションルームでしたね。すごい素晴らしいです。本当にどういうふうにめくればいいのか大事にしないと。 Take care. That's okay. おこれ見ただけで分かったね。え、分かった。これマリリン・モンローちゃいますの。何年目の浮気とかに、ね、着てたじゃないですか。これ何ですか。This is Marilyn Monroe's costume from the Seven Year Itch. ああ、やっぱそうだ。はい、7年目の浮気で、マリリン・モンローの衣装です。全く洋画なんかわからん僕でも知ってましたもんね。なぜこんなもん持ってるんですか。Why do you own this? Why do you get this? Well, my mother in 1971 purchased many costumes from 20th Century Fox when they went out of business. And that's how we acquired this. 映画会社20世紀フォックス社の方から、1971年に買い取りました。いくらで？For how much? She paid $1,000. 当時は1000ドルでした。え、30年前？ 30 years ago. これはやっぱ色は褪せたんですか？何十年の間に。The color, did it fade or? It is a little darker because it's so old, but also in the movies, the color changes with the film. そうですね。年数ということもありますけれども、映像的に白く見えてることがありますね。これアメリカ国外に持ち出したことあるんですか？ Have you ever brought this outside of the country? No, this has never left the country, ever. 国外は初めてです。永遠のセックスシンボルマリリン・モンロー、世界中の男性を虜にしたハリウッド史上最大の女優。
1926年に生まれ、孤児院や里親のもとを転々とする恵まれない子供時代を送る。16歳で最初の結婚、離婚、映画デビューは21歳の時。しかしもらえるのは早くばかりで、ヌード写真などのモデルで稼ぐ苦しい日々が続いた。そしてナイアガラで一躍トップスターの座へ。男たちを惑わせる悪女役で、この時ナイアガラの滝をバックに披露したモンローウォークは大きな話題を呼んだ。この1年後、マリリンは大リーグの英雄ジョー・ディマジオと結婚。新婚旅行で日本を訪れた際の熱々ぶりは今も記憶に新しい。しかし2人の結婚生活は、彼女の奔放な性格が災いして1年足らずで破局を迎えた。上気を逸した遅刻癖と情緒不安定が続く中、この後も出演する映画は全て大ヒットしたが、一方私生活では3度目の結婚と離婚、共演俳優や政治家との浮き名など常にスキャンダルにまみれていた。やがてマリリンは睡眠薬と酒に溺れ、1962年、ついに映画会社から解雇された。自宅で遺体となって発見されたのはその直後のことであった。享年37歳。それでは改めて依頼品を見てみよう。映画7年目の浮気で使用されたドレスである。1955年、名将ビリー・ワイルダーが監督したこの作品は、洒落た都会的な会話が飛び交うラブコメディーで、マリリンの魅力を最も引き出した代表作と言われている。中でも忘れられないのがこのシーン。50年前、世界中の男性の目を釘付けにしたドレスが今も残されていたとは。しかも痛みや色あせもなく、保存状態は完璧である。7年目の浮気のドレス、果たして鑑定やいかに。いくらでしょう。 So what's your valuation? I'm not sure. Maybe $500,000. そうですね、5000万。すみません、36万でこうたもん5000万円ってどうなると思うんですけど。通訳してね、通訳してね。はい、では行きましょう。5000万円です。オープンザプライス。この衣装はですね、世界のコレクターの中でも幻と言われてまして、はいはいはい、二重席フォックスのスタジオにはあるだろうけども、はいはい、絶対的に表に出ないと言われてたんですよ、うん、マリリン・モンローの関わりのある商品っていうのはものすごく多いんですが、こういった衣装に関しては過去世界で2回しか出てないんですよ、はい、で1回目はですね、お厚いのも好きという彼女のウクレレを弾いてるドレスがあるんですが、はいはい、あれがコレクションで45万ドル出てるんです。日本円にして6000万近いんですね、うん。でその後ケネディ大統領の誕生日に歌ってる衣装がありましたね。あれが実は数十年前に85万ドルで落札されてるんです。つまり約1億なんです、でそれと比べますと、もう映画見たことない方でもこれはもうマリリン・モンローの衣装だというのに分かりますよね。岩木さんおっしゃる通りね、今の2つの値段を聞くとね、はい、2億分かりますわ、映画見ない私が、見た瞬間何や分かった、分かりますよね。このシーンの撮影の時に4000人ぐらいの観客が集まったっていう、ディマジオ氏が実はこの撮影風景を見て、彼はその主婦に全うしてほしかったんだけども、みんなの前でスカートをめくり上げてわーわー言われてるってんで、これはもう無理だと
というので、この撮影が終わって離婚してるんですよね。だそういった意味ではこの衣装っていうのは非常にいろんな意味を持ってる、オークション出したらこれ以上の数字で落ちる可能性は十分にあります。そうですか、今見せなかったらよかったですね。8000万でどう安すぎるそれ。これをアメリカ持って帰れるんでしょ。 You're taking this back to you. I'm taking it back to the US、はい、そうです。気をつけてね。Be careful. はい、どうもありがとうございました。 Thank you.